10月31日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位はスイートキャンディ。目標タイムは1分 3.4 秒です。荒れる傾向が強いです。門列2レース。予想上位はラディアンテ。目標タイムは1分 15.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門別3レース。予想上位はアンジュラクソディ。目標タイムは1分 3.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門別4レース。予想上位はオルトジュピター。目標タイムは1分 2.8 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列5レース。予想上位はティーズリンク。目標タイムは1分 15.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。門列6レース。予想上位は大西野球と。目標タイムは1分 2.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列7レース。予想上位はオールドマイン。目標タイムは1分 15.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門別8レース。予想上位はスピンザブラッド。目標タイムは1分 56.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門別9レース。予想上位は MTU の。目標タイムは1分 1.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列10レース。予想上位は竜の真空波。目標タイムは1分 1.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列11レース。予想上位はミリアットラブ。目標タイムは1分 14.4 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。門列12レース。予想上位はスティールドリーム。目標タイムは1分 50.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋1レース。予想上位はサーブザミッション。目標タイムは1分 16.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋2レース。予想上位は大戦ルージュ。目標タイムは1分 4.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋3レース。予想上位は大西メモワール。目標タイムは1分 4.0 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋4レース。予想上位はマルヒロユートピア。目標タイムは1分 17.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋5レース。予想上位は神道絆。目標タイムは1分 32.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋6レース。予想上位はストロベリーキラー。目標タイムは1分 16.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。船橋7レース。予想上位はファイナルアンダー。目標タイムは1分 46.8 秒です。超荒れそうな予感がします。船橋8レース。予想上位はルクスディオン。目標タイムは1分 1.7 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。船橋9レース。予想上位はスターズウィーク。目標タイムは1分 56.4 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。船橋10レース。予想上位は夜の帝王。目標タイムは1分 43.3 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。船橋11レース。予想上位はジャスティン。目標タイムは1分 0.8 秒です。超荒れそうな予感がします。船橋12レース。予想上位はスリアンボス。目標タイムは2分 24.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋1レース。予想上位は M バランス。目標タイムは0分 53.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋2レース。予想上位はチャンスメーカー。目標タイムは0分 55.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋3レース。予想上位はタクティカ。目標タイムは0分 59.9 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋4レース。予想上位はクリノホムラー。目標タイムは0分 56.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋5レース。予想上位はミトノミック。目標タイムは0分 56.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋6レース。予想上位はカルデア。目標タイムは0分 55.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋7レース。予想上位は白山シャトル。目標タイムは0分 56.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋8レース。予想上位はパワーマックイーン。目標タイムは0分 55.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。名古屋9レース。予想上位は U スペシャル。目標タイムは0分 55.2 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋10レース。予想上位はフレスコバルディ。目標タイムは1分 20.0 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋11レース。予想上位はコトビア。目標タイムは0分 54.0 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋12レース。予想上位はレイジーウォリアー。目標タイムは0分 52.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田1レース。予想上位はレーブエスポワール。目標タイムは1分 34.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田2レース。予想上位はベラドンナリギー。目標タイムは0分 51.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田3レース。予想上位は走る将軍。目標タイムは1分 34.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田4レース。予想上位はアーテルナイト。目標タイムは1分 33.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田5レース。予想上位はセンテッドジュエル。目標タイムは0分 51.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田6レース。予想上位はサンピアノソナタ。目標タイムは1分 31.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田7レース。予想上位はケイアイマヌカ。目標タイムは1分 33.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田8レース。予想上位は太平のよう。目標タイムは1分 32.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田9レース。予想上位は頼むで本間。目標タイムは1分 31.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田10レース。予想上位はヘイスト。目標タイムは0分 49.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田11レース。予想上位はインベルシオン。目標タイムは2分 2.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。園田12レース。予想上位はスリーミスラピス。目標タイムは1分 54.2 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。ここからは出走馬の中で、ウマ娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。リジェネレーション、タイトルコール、ムーラングリース、レジェンダ、ライブリボイル、ピューノーク、ウナトライオン、アトムアストレア、フィールザダイヤ、ディーズミソロジー、コインポケット、サーブザミッション、スマイルナゴミ、モルジブフレーバー、アリユールボルト、メイメイメファ、セブンワンバイオ、オムブラーブ、マクマード、ダイセンブライト、レオアトロポス、ブーケマリエ、ロアー、アイブライト、ファイナルワンダー、イナリンクローバー、ラッキーストーリー、ライトニングブルー、夏一番、タンタシオン、ピンクシャウラ、夜の帝王、国のときめき、グランステーファノ、ジャスティン、アイゴールド、カールスバート、魔王のオラクル、ハセのクラウン、ボルドーアドゥール、アルマーザーミール、クラージュミノル、タクティカ、ウィルポリス、トゥーナフォーティ、オレオールシチー、デリーク、ハルモニア、アンパオ、クラウンモチーフ、ガーデンプランナー、レアリーズレーブ、北サンエトワール、ハイグッドエース、エナジーロマネスク、セイエクシード、北の水星、レーブエスポワール、ワンダージェラート、ワンダーハルム、キャンベル、スーパースラーダ、アーテルナイト、ミアビルーナ、ディバイン・ルーチェ、ディアレストラブ、スローテキーラ、爽やかさわちゃん、デルマフゲン、マーレイン、ジャスティン・ボルト、ラプンツェル・ムーン、キュール・エカシズ、ヘイスト、グッド・ライズ、クーシェル、エイシン・マシーン、サンセット・ベリー、サトノ・ドルチェ、ワイルド・チリップ、トウ・ケンシュン、ハートフルロマン、エリカ・ビーナス、レオンティーヌ、やる気元気勇気、ナッシング・オン・ユー、北野ジョンヌ、敬愛カペラ、アルマ・ブレイド、リーブル・ワンダー、ビュークレスト、ジーニー・ボニータ、クロッチ、ネクサス・エッジ、グアドループ、ダイヤ・クリスタル、鳳凰ヴィーナス、コスモ・ベレット、キーラー・ボッヘ、アイカプチーノ・エルロイ、アリストキャット、モモクリさん、レッタフロー、ひねこまち、ユースペシャル、グレイウェザーズ、クイーンザヒーロー、名称バイラン、レアメイフェザー、フレーズバニーユ、MOドリーム、デストーブラック、ミナックシアター、リオンキット、桜ソーレ、ラビットヘアー、ノボベルサイユ、スリアンボス、サントロペ、当選ウィンザー、ノーブルカグラ、オリビア・バローズ、ファンタジスタ、チタイナー、マックロスキー、コトビア、ワイドイシス、アモールファティ、センテッドジュエル、リバプールタウン、カレンヒロ、エスクワイア、ビビアン・ワン、北三山吹、ユーノ・アラー、エンジェルスラップ、金としセレスト、北野アイオリ、シュルーズベリー、大西野キュート、アーリーヘッド、エイシンラージヒル、コビーニャ、アースリンゴ、ツマヤ、ダバイカンティーク、ラトワール、ロードアルフィーネ、メトゥス、一心フラン、ミーアットラブ、アーデルリーベ、イーデマイ姫、バイナル、シンキングモヒート、エンリプリンス、プロデツア、マナのヘア、レモンパイ、ブラックタイガー、大西メモワール、ターミュー、ウィシュパール、シンデレラリバー、ブリリアントスピカ、ベストカリフ、メインステイ、エフメディの剣、旧ランブラー、ニュールダール、エドのテーラー、フレンドリームーン、白山クラーケン、プリンセスロージー、ルクスディオン、スターズウィーク、ジョーコモド、シルバービスケッツ、バルーンアート、スイフトランナー、敬愛サクソニー、ブーシドノエル、西野シャイニング、ラップランド、ウォーターリッシュ、イーストベンティ、スターグローリー、錦ホーク、ファイネストタイム、山サークル、もういいわひね、プリマ、ライメイ、クリノホムラ、タミーノーラ、ラッキーキャット、革新ドリーム、山陽ドラゴン、ピースワンベリテ、アップモンスター、トリプルアイ、ファイボーン、フークベルエ、トントンプ、白山シャトル、タイガークリスエス、グランキューブ、ビッグベッター、MS ドン、マンのライトニング、コスモレペティール、ノラ、レイジーウォリアー、超ワイルド、超びっくり、竜の使い、メロス、金賞ワールド、サノワン、マイネルポインター、西野エール、モルドワイン、パルマノーバ、サンライズバマス、フォローユアハート、キアロベローチェ、エールクイーン、ヨッシャー、シークレットグロー、マルカートラス、ビクトリーアイ、ノベンバーステップ、スカイ王子、アップイージス、アイファーグラッド、テイエムルンバ、テイオーターナー、ストロベリーキラー、ノブノーマー、エムバランス、日本ピロケイ、スプリングカム、メテオジュリア、パワーマックイーン、イケアネーブル、エドヒガン、頼むでほんま、山陽スターダム、マロガレ、ルクス・ミッシェル、パトリオットゲーム、カムバック、ダエセン・ルージュ、マオノアロア、神道絆、フィティアンガ、クラウン・クーロン、エラトステネス、パープル・ブリーズ、アヤ・メロディ、スルーザ・リミッツ、エルナーに、アルティメット・サガ、ミキオッドテール、アスプロガイア、メイプルキャプテン、サリータ、夏の終わりに、ソレナ、ミユキアテスウェイ、白髪染め、スカーレットハニー、異邦人、ウェットストーン、ビコーレオパルド、フェレスアダマス、竹のロイヤル、プリモパッソ、ファイアクラッカー、グローリアミノル、サトノフォルテ、後にも先にも、トドイワウィンド、ムービングオン、ルナエルフ、トレデナ、鳳凰プラージュ、鳳凰ミニスター、マイレジェンド、エルフレン、フェスティブカレン、レガエクスプレス、エリ紅白、シュネーガッツ、ブラックムート、クルマトラさん、マッドシェリー、アークショコラ、ミトノミック、他の死んだ者勝ち、トップガン、ゴールドスノー、エズビラージュ、リスターロッチ、アンジュラクソディ、シェアーズソウル、プロメッサ、マドンナリリー、ブエナローズ、カプリフレーバー、ミチシルベ、トーマ、プロフィトロール、プライムテーラー、コットロイ。門別第1レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。8番ワイルドチュリップが早速先頭を取る。後を追うのは2番ラブリーシュー、6番シャンのバカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番マジェスティカル。その後には8番ワイルドチュリップと2番ラブリーシュールが続きます。3番スイートキャンディが後ろから追ってくる。先頭か。3番スイートキャンディが1着見事。続くは8番、11番、4番か。門別第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは3番リジェネレーション。3番リジェネレーションの背後には2番東京春、7番ラディアンテカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番リジェネレーション。その後には7番ラディアンテと2番東京春が続きます。7番ラディアンテが追い上げてくる。追い抜くか。7番ラディアンテがゴールイン。続くは5番、1番、2番か。門別第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは5番エンジェルスラップ。その後ろには2番マンジュラプソディ、1番北三山吹か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番マンジュラプソディ、その後には5番エンジェルスラップと1番北三山吹が続きます。2番マンジュラプソディそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番マンジュラプソディが1着見事。続くは1番、5番、3番か。門別第4レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは6番リコーレオパルドが好スタートを切った。その後ろには3番エリカビーナス、7番ギャップウェッジか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番リコーレオパルド。その後には8番オルトジュピターと3番エリカビーナスが続きます。8番オルトジュピターが後ろから追ってくる、先頭か。8番オルトジュピターがゴールイン。続くは3番、7番、1番か。門別第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは5番フェレス・アダマスが先頭に立ちます。5番フェレス・アダマスの背後には8番ティーズリンク、9番レオンティーヌか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番フェレス・アダマス。その後には7番キュータローと8番ティーズリンクが続きます。8番ティーズリンクが先頭に立つか、追い抜くか。8番ティーズリンクがゴールイン。続くは1番、9番、7番か。門別第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。6番竹野ロイヤルが早速先頭を取る。その後ろには9番西剣カバル、7番エイシンラジヒルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番竹野ロイヤル。その後には9番西剣カバルと7番エイシンラジヒルが続きます。2番大西亜キュートが後ろから追ってくる、先頭か。2番大西亜キュートが1着見事。続くは6番、1番、9番。門別第7レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは5番やる気元気勇気が先頭に立ちます。2番手は3番オールドマイン、9番シェアーズソウルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番やる気元気勇気。その後には3番オールドマインと9番シェアーズソウルが続きます。8番ウナトライオンが追い上げてくる、追い抜くか。8番ウナトライオンが1着見事。続くは3番、1番、4番か。門別第8レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。9番サトノフォルテが前に行きます。2番手は12番ダバイカンティーク、8番ツマヤか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番サトノフォルテ。その後には11番スピンザブラッドと8番ツマヤが続きます。11番スピンザブラッドが追い上げてくる、先頭か。11番スピンザブラッドがゴールイン。続くは6番、9番、1番か。門別第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。8番 MT のが早速先頭を取る。後を追うのは3番後にも先にも、2番ルクスミッシェルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番 MT の、その後には3番後にも先にもと2番ルクスミッシェルが続きます。2番ルクスミッシェルが先頭に立つか、先頭か。2番ルクスミッシェルがゴールイン。続くは8番、4番、7番か。門別第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは1番ホッコーアリスが好スタートを切った。その後ろには10番リオンキッド、8番ルナエルフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ホッコーアリス。その後には8番ルナエルフと4番竜の真空派が続きます。6番ルージュレクランが後ろから追ってくる、先頭か。6番ルージュレクランが1着見事。続くは4番、5番、3番か。門別第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは7番エターナルウィンドが好スタートを切った。その後ろには13番ハーフブルー、6番アデルリーベか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ミリアッドラブ。その後には7番エターナルウィンドと13番ハーフブルーが続きます。5番エイシンマジョリカが追い上げてくる、追い抜くか。5番エイシンマジョリカが1着見事。続くは6番、3番。門別第12レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは4番クイーンズヒルが好スタートを切った。並ぶように8番スティールドリーム、3番アルマブレイドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番スティールドリーム。その後には4番クイーンズヒルと3番アルマブレイドが続きます。8番スティールドリームそのまま独走か、逃げ切れるか。8番スティールドリームがゴールイン。続くは3番、6番、7番か。船橋第1レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは4番バイナルが好スタートを切った。4番バイナルの背後には1番グランディは7番ホーホーグミニスターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番バイナル。その後には2番サーブザミッションと1番グランディーバが続きます。2番サーブザミッションが後ろから追ってくる。追い抜くか。2番サーブザミッションが1着見事。続くは4番、9番、7番か。船橋第2レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは7番ダイセンルージュが先頭に立ちます。2番手は5番プロデッツァ、6番モルジブフレーバーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ダイセンルージュ。その後には5番プロデッツァと6番モルジブフレーバーが続きます。7番ダイセンルージュそのまま独走か。独走か。7番ダイセンルージュが1着見事。続くは5番、6番、3番か。船橋第3レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは6番大勢メモワールが好スタートを切った。並ぶように7番セブンワンバイオ、4番バランスザブックスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番大勢メモワール。その後には4番バランスザブックスと7番セブンワンバイオが続きます。6番大勢メモワールそのまま逃げ切れるか。逃げ切れるか。6番大勢メモワールが1着見事。続くは4番、5番。船橋第4レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。6番ウェイシュパールが早速先頭を取る。後を追うのは1番マルヒロユートピア、7番エルフレンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ウェイシュパール。その後には1番マルヒロユートピアと7番エルフレンが続きます。1番マルヒロユートピアが先頭に立つか、先頭か。1番マルヒロユートピアが1着見事。続くは6番、7番、8番。船橋第5レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは10番ビュークレストが先頭に立ちます。並ぶように11番神道絆、7番フェスティブカレンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番神道絆、その後には10番ビュークレストと7番フェスティブカレンが続きます。2番ブリリアントスピカが後ろから追ってくる、先頭か。2番ブリリアントスピカがゴールイン。続くは11番、8番。船橋第6レース、各馬、揃って。スタートを切りました。5番ストロベリーキラーが前に行きます。その後ろには7番ハイオプターレ、2番メリーモアナカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ストロベリーキラー。その後には7番ハイオプターレと6番ノブの馬が続きます。9番エクメリの剣が追い上げてくる、先頭か。9番エクメリの剣が1着見事。続くは7番、5番、2番か。船橋第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは6番エドのテイラー。6番エドのテイラーの背後には2番 KTU、5番ロイヤルヨットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番エドのテイラー。その後には5番ロイヤルヨットと2番 KTU が続きます。13番ミサイルビスケッツが後ろから追ってくる、先頭か。13番ミサイルビスケッツがゴールイン。続くは7番、9番。船橋第8レース、各馬、揃って。スタートが切られました。12番エリ紅白が前に行きます。2番手は6番ライトニングブルー、5番ネクサスエッジか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ライトニングブルー、その後には5番ネクサスエッジと12番エリ紅白が続きます。6番ライトニングブルーそのまま逃げ切れるか、独走か。6番ライトニングブルーがゴールイン。続くは11番、1番、9番か。船橋第9レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。9番グレイトインリが早速先頭を取る。並ぶように4番ブラックムと12番ホウオウビーナスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番グレイトインリ、その後には12番ホーオービーナスと11番スターズウィークが続きます。11番スターズウィークが先頭に立つか、追い抜くか。11番スターズウィークが1着見事。続くは8番、9番、11。船橋第10レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。5番夜の帝王が早速先頭を取る。5番夜の帝王の背後には11番キーラーゴーヘ、2番デザートウィンドカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番夜の帝王、その後には11番キーラーゴーヘと8番シルバービスケッツが続きます。5番夜の帝王そのまま独走か、逃げ切れるか。5番夜の帝王が1着見事。続くは10番、8番。船橋第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。4番アイカクチーノが前に行きます。並ぶように2番のボベルサイユ、12番カプリフレーバーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番アイカクチーノ、その後には1番ジャスティンと2番のボベルサイユが続きます。9番スワーブシャルルが先頭に立つか、追い抜くか。9番スワーブシャルルがゴールイン。続くは1番、12番、14番か。船橋第12レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは6番シャランガーナ。その後ろには4番クラウンクーロン、10番はラッキーフェイスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番シャランガーナ。その後には12番スリアンボスと4番クラウンクーロンが続きます。9番ベルガラスが後ろから追ってくる、追い抜くか。9番ベルガラスが1着見事。続くは12番、8番、4番か。名古屋第1レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは4番コズミックコールが先頭に立ちます。並ぶように1番ウォーターリッシュ、6番日本ピロケイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番エラトステネス、その後には12番ワルマーザーミールと2番エムバランスが続きます。6番日本ピロケイが追い上げてくる、追い抜くか。6番日本ピロケイが1着見事。続くは1番、9番、2番か。名古屋第2レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは12番チャンスメーカー。後を追うのは2番サントロペ、5番エイはキャントレーカー。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番チャンスメーカー。その後には1番フォートポータルと2番サントロペが続きます。4番サンデンガンバレが先頭に立つか、追い抜くか。4番サンデンガンバレがゴールイン。続くは6番、5番、3番か。名古屋第3レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。3番道しるべが早速先頭を取る。2番手は7番もいいわひね、9番ピースフィールドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番もいいわひね、その後には5番ファイネストタイムと9番ピースフィールドが続きます。10番タクティカが後ろから追ってくる、追い抜くか。10番タクティカがゴールイン。続くは4番、1番、6番か。名古屋第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは5番栗のホムラが先頭に立ちます。2番手は1番マーム、2番スイッチブレードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番栗のホムラ、その後には6番カオリちゃんと2番スイッチブレードが続きます。4番ウィルポリスが後ろから追ってくる、先頭か。4番ウィルポリスがゴールイン。続くは10番、2番、9番か。名古屋第5レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。11番ミトノミックが早速先頭を取る。2番手は8番メテオジュリア、6番トゥーナフォーティカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ミトノミック、その後には9番アイオラナキラと3番ラッキーキャットが続きます。2番マヤメロディが先頭に立つか、先頭か。2番マヤメロディが1着見事。続くは1番、5番、11番か。名古屋第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは12番ファンタジスタが好スタートを切った。並ぶように11番ガンバリキ、7番トリプルアイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ガンバリキ、その後には12番ファンタジスタと4番カルデアが続きます。12番ファンタジスタそのまま逃げ切れるか、独走か。12番ファンタジスタが1着見事。続くは4番、8番、1番か。名古屋第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは11番リスターロッチが好スタートを切った。並ぶように12番白山シャトル、5番メリークカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番トントンプ。その後には11番リスターロッチと5番メリックが続きます。3番エールステステルが後ろから追ってくる。先頭か。3番エールステステルがゴールイン。続くは1番、12番、5番か。名古屋第8レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは4番白山メモリ。4番白山メモリーの背後には10番フォルトシュリット、11番パワーマックイーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番パワーマックイーン。その後には4番白山メモリーと1番サマリンダが続きます。11番パワーマックイーンそのまま独走か、逃げ切れるか。11番パワーマックイーンが1着見事と。名古屋第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは11番ガーデンプランナーが好スタートを切った。その後ろには5番ユースペシャル、8番日本ピロラグーナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ガーデンプランナー。その後には5番ユースペシャルと7番テルケンレンジョイが続きます。8番日本ピロラグーナが後ろから追ってくる。先頭か。8番日本ピロラグーナが1着見事。続くは6番。名古屋第10レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは7番テイエムルンバ。その後ろには5番タイガークリスです。11番ビッグベッターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番タイガークリスです。その後には7番テイエムルンバと2番グレイウェザーズが続きます。4番エルナーニが先頭に立つか。先頭か。4番エルナーニが1着見事。続くは12番、3番、11番か。名古屋第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは7番コトビア。7番コトビアの背後には9番マンのライトニング、6番 MS ドンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番コトビア。その後には9番マンのライトニングと6番 MS ドンが続きます。1番レアリーズレーブが追い上げてくる。先頭か。1番レアリーズレーブがゴールイン。続くは4番、6番、11番か。名古屋第12レース、各馬、揃って、スタートを切りました。11番レイジーウォリアーが前に行きます。その後ろには9番のラ、5番フォルツァエフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番レイジーウォリアー。その後には5番フォルツァエフと9番のラが続きます。1番ケンドチョウライが先頭に立つか。先頭か。1番ケンドチョウライがゴールイン。続くは8番、6番、10番か。園田第1レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。4番グライダーが早速先頭を取る。4番グライダーの背後には8番レーブエスポアール、10番クリノガリレオか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番レーブエスポアール。その後には7番ホウオーガアクセルと4番グライダーが続きます。8番レーブエスポアールそのまま独走か。独走か。8番レーブエスポアールが1着見事。続くは1番、7番。園田第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは6番シャイニングギフトが先頭に立ちます。並ぶように5番白ズキンちゃん、8番ベラドンナリリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番シャイニングギフト。その後には8番ベラドンナリリーと5番白ズキンちゃんが続きます。8番ベラドンナリリーが後ろから追ってくる。先頭か。8番ベラドンナリリーがゴールイン。続くは6番、5番、3番か。園田第3レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。10番エイシンビーミングが前に行きます。後を追うのは9番キャンメル、1番名称バイランか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番エイシンビーミング。その後には9番キャンベルと2番走る将軍が続きます。2番走る将軍が追い上げてくる、追い抜くか。2番走る将軍がゴールイン。続くは4番、3番、10番か。園田第4レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは4番ミヤビルーナが好スタートを切った。2番手は3番アテルナイト、1番スーパースラーダか。ベース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ミラビルナ、その後には3番アテルナイトと1番スーパースラーダが続きます。3番アテルナイトが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番アテルナイトがゴールイン。続くは5番、7番、6番か。園田第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。7番パルマの馬が前に行きます。並ぶように10番センテッドジュエル、5番マラジャイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番パルマの馬、その後には10番センテッドジュエルと5番マラジャイが続きます。10番センテッドジュエルが後ろから追ってくる、先頭か。10番センテッドジュエルがゴールイン。続くは7番、5番、1番か。園田第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは6番サンピアのソナタが好スタートを切った。並ぶように5番爽やか沢ちゃん、10番メイプルキャプテンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番サンピアのソナタ、その後には5番爽やか沢ちゃんと9番ブラマンクが続きます。6番サンピアのソナタそのまま独走か、逃げ切れるか。6番サンピアのソナタがゴールイン。続くは9番、10番、5番。園田第7レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは6番グラスビガーが好スタートを切った。2番手は3番テリオス姫、10番プロフィトロールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番グラスビガー、その後には3番テリオス姫と7番ケイアイマヌカが続きます。7番ケイアイマヌカが追い上げてくる、追い抜くか。7番ケイアイマヌカがゴールイン。続くは2番、3番、6番か。園田第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは2番プライムテイラー。その後ろには9番太平のよ、1番キアロベローチェか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番太平のよ、その後には2番プライムテイラーと1番キアロベローチェが続きます。9番太平のよそのまま逃げ切れるか、独走か。9番太平のよが1着見事。続くは6番、3番、1番か。園田第9レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは1番エズビラージュが先頭に立ちます。その後ろには6番ラプンツェルム、5番頼むでほんまか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番エズビラージュ、その後には5番頼むでほんまと6番ラプンツェルムが続きます。5番頼むでほんまそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番頼むでほんまが1着見事。続くは9番、1番、4。園田第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。10番クーシェルが前に行きます。並ぶように2番エイスと5番を喧嘩。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番クーシェル、その後には2番エイストと5番を喧が続きます。5番を喧が追い上げてくる、先頭か。5番を喧がゴールイン。続くは2番、1番、10番か。園田第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは7番マルカートラスが好スタートを切った。後を追うのは5番タガノウィリアム、4番インベルシオンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番インベルシオン。その後には7番マルカートラスと8番スマートセラビーが続きます。8番スマートセラビーが先頭に立つか、追い抜くか。8番スマートセラビーが1着見事。続くは4番、6番。園田第12レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。7番マイネル・アラウダが前に行きます。2番手は9番クツワの関取、12番里のドルチェか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番サリータ、その後には4番マテンローミラクルと9番クツワの関取が続きます。5番タガノフリューゲルが追い上げてくる、追い抜くか。5番タガノフリューゲルがゴールイン。続くは8番、10番、2番か。